中年オタッキーです。梅雨真っ只中っていうか、もう梅雨の末期に入ってきたんでしょうね。結構ね、あちこちで豪雨災害が発生しておりますね。特に熱海のね、災害、本当にね、大変なことになっておりまして、災害復旧にね、携わっている方、本当にご苦労様ですということ、あと、被害に遭われる方はね、本当にね、今申し上げますということですね。で、今日は、このカメラで撮ってきました。はい。これ、キャノン。EF ですね。EF マウントじゃないですよ。本体の名前が EF ですね。まあ、知らない人が多いでしょうけどね。キャノンのね、まあ、AE1 眼の、第1号になるのかな？F1 のね、AE サーボファインダーを除けば第1号になるんじゃないかなと思います。シャッター優先 AE をね、搭載しているね、まあ、若干普及機なんですけどね、価格からしたら結構な高級機だと思いますし、見た目もいいし、ずっしりとした重み。結構高級感があるカメラになります。こちらでね、レンズはこれね、FL レンズなんですけども、FL50mm F1.4 の2型になります。これ2型はね、もう FD50mmF1.4 と設計が変わらないということで、まあ見た目がね、ちょっと好きだしね、アトムレンズということで、ちょっとは写りも違うかなっていう感じで、使ってきました。はい、このね、カメラとレンズの組み合わせで撮ってきた動画を、紹介したいと思います。それでは動画、スタート。はい、このキャノン EF なんですけどね、発売がね、1971年だったかな、71年は F1 ですね。F1 が出た2年後の73年、昭和48年11月に発売されてます。価格がね、FD50mmF1.4SSC 付き。あ、今これには付いてないか。SSC 付きで89,500円と結構高価だったみたいです。これはね、いや、今ちょっとマクロレンズ付いてますけど、F1 なんですけどね、F1 に同じレンズが付いた価格が10万円だったということで、F1 より1万円しか変わらないんですね。で、EF が、来たということで、見た目すごく似てるんですけどね、この2台ね。うん。まあ、光沢のあるね、黒。これ、シルバーボディはないみたいですね。ブラック専用のボディということでね、よく似ている外見なんですけどね。で、特徴的なのがね、まあ、キャノンの歴史の中でね、フォーカルプレーンシャッター、量産型のフォーカルプレーンシャッターを、唯一採用したと。実はね、キャノンの EOS シリーズ、現在では多分ね、コパル、今なんていう名前だったか忘れたけど、コパル製のね、シャッターを使ってる、現在では使ってると思うんですけども、この当時ではね、ちょっと、量産型のシャッターを使った唯一のカメラということで、珍しい、カメラになりますね。これ、まあ、AE1 が出るまでのつなぎという噂もありますが、はい、コパルスクエアシャッターを搭載しておりますね。よ。でね、巻き上げの感触がね、非常に滑らかです。これね、ミノルタの XE にもね、負けるとも劣らないぐらい、滑らかに動きますね。で、コパルスクエアといってもこれ改造してあるんですけどね。まあ、とりあえずコパルスクエアといえばね、コニカなんですよね。コニカのこれ、オートレックス T っていうね、カメラちょっと持ってきましたけど、これね、巻き上げはね、どうやらね、ちょっとギリギリ感があるんですけどね。よいしょ。同じだな。ピント合うかな。まあ、同じですね。同じシャッターが搭載されておりますが、キャノン EF の方はね、改造してあるんですね。これ、コパルスクエアのまんまだったらもうマニュアル専用になっちゃうんで改造してあります。どんな感じで改造してあるかっていうとね、低速シャッターだけ、電子式の、タイミングでシャッターを切るみたいですね。これね、何分の1だったかな？
1秒から30秒を電子制御式としたハイブリッド方式、つまりコパルスクエア回っていうね、シャッターになる。これ結構マニアックな話ですけどもね。だからね、1000分の1秒から2分の1秒までは完全に機械式と。で、1秒から30秒が電子式というね、カメラになるんですね。で、このカメラね、非常にトラブルが多いということでね、有名なんですけども、そのトラブルの内容としてはね、電源が入らなくなると。露出系の電源が入らなくなる。実はね、僕が持ってるこのイエホン、露出系の電源が入りません。残念なことに。だから A 使えないんですけども、A 使えないんですけどもね、2分の1秒までは機械式シャッターなので、露出を自分で分かる人だったら使えるんです。すごい誤解のないように。僕ね、EF ってね、その、電源が入らなくなったらね、シャッターが切れなくなるんだって勘違いしてたんですよ。で、シャッター切れるじゃんと思って、なんで電源入るのにシャッター切れるんだと思ってたら、そういうことなんです。スローだけが電子制御式ということで。まあもちろんね、電源が入らないとね、露出系も使わなくなるんですけどね。まあ完全メカニカル機としてね、ちゃんと使えるね、カメラになりますね。これね、今ね、これ2分の1秒なんですよ。で、電源入ってないんで、これ1秒に変えますね。一緒。つまり2分の1秒までしか使えない、EF になります。で、電源が入らないんでね。で、今回使ったレンズは、この 50mm1.4、FL のね、アトムレンズになるんですけどね、モノクロをね、撮るときアトムレンズの凹片も気にならないんですけど、このレンズはね、実は凹片してません。このようにね、凹片はないと思います。僕あんまり色が見えてないんだからね、色が見えてないから何とも言えないとこなんですけどね、凹片はしてないですよね、多分ね。でね、今回ちょっとね、変わったフィルムを使ってきました。よっと。今回使ったフィルムがね、これね、ドリームロコモティブ様から提供いただいたフィルムなんですけどね、これ、パウル&ラインホルドって読むみたいですね。僕最初ね、これ、ポール&レイノルドかと思ったんですけど、ピント合わねえや。ピントが合わねえな。ピントがねえ、パウル&ラインホルドって、ドイツ語読みみたいですね。でね、ここに100って書いてあるんですけど、ここに100って書いてあるんでね、100のフィルムと思って100で撮影してきたらね、どうやらね、違うみたいでね、ISO320 から、320から1600までということなんですね。でね、あ、こりゃ閉まったな、ということで。玄関現像してきました。100にするためにね、玄関現像してね。だからちょっとね、このフィルムのね、取り味とは外れると思います。基本的にね、ローライってね、ハイコントラストに出るんですけどもね、玄関現像が影響して結構柔らかい調子で出ました。あとね、もともと細粒という、微粒子細粒ということなんですけど、超微粒子で取れてきております。これね、怪我の巧妙というかね、結構いい写りになりました。なんというか、災い転じて福となすみたいな感じでね、そんなわけでね、今日はね、この EF に、FL50mmF1.4 の組み合わせでね、ちょっと変わったフィルムの変わった撮り方をしてしまったということでね、作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどね、まあご覧のようにね、ちょっと柔らかい調子でね、めちゃめちゃ微粒子で撮れました。このバリバリの解像感。素晴らしい写りになってます。ちょっと光がない写真、今回多いのはね、天候が悪い時期であるんで、ちょっとご勘弁くださいということなんですけど、ちょっとこれ美しいと思いますよね。流浄感はね、もともとが高感度フィルムなんで、そこそこに出てますけど、玄関現像がね、功を奏してね、かなりいい調子になっておりますね。でね、何よりね、現像時間が簡単だったんですよ。現像時間はね、なんとね、ネオパン SS と同じ現像時間で大丈夫でした。そんなわけでいい調子でね、結構いい調子で映ってると思います。レンズはね、まあ、50mm の F1.4、FD と同じね、構成のアトムレンズなんですけどね。このレンズね、中心部よりの、周辺部のね、解像度はまあ甘いレンズではあるんですけどもね、F8 前後まで絞っているということで、しっかり解像は出てますね。で、フィルムがね、微粒子ということも手伝ってね、これなかなかいい写真で、まあ F8 まで
絞ってることもあってボケも綺麗に出てますね。このフィルムね、その普通に、使う、のもいいんですが、玄関現像して使うのもなかなかいいような気がしますが、どうでしょう。本当にね、いい感じで撮れてると思うんですよ。ちょっとアクロスっぽい写りになってますよね。アクロスに似たようなね、調子で、撮れております。アクロスがね、お好みの方はね、このフィルムいいかもしれませんが、値段は高いです。で、値段すごく高いと思いますね。これ2本セットなんですね。2本セットでね、2130円、で出ておりますね。これ、シルバーソルトっていうね、サイトに今アクセスしておりますけどね。で、まあ、限定モデル、一応ね、100周年記念ツインパックフィルムということで、通常どうなんでしょうね。通常値段はどんなのかわかんないんですけど、まあ、1本1000ちょっとで、なかなか入手は難しいフィルムになるかもしれませんね。で、カメラの話に戻りますが、このカメラね、とにかくね、スローが動いてても安定しないとか、そういうのが非常に多いです。で、ジャンクだとね、1000円前後からあることはあるんですけど、このカメラの売りであるスローシャッターの電子シャッターとシャッター有線 AE、これを使いたい方はやっぱちゃんと動く答えが欲しいですよね。で、ヤフオクちょっと覗いてみたけどね、動作を保証するものは見当たりませんでした。そんなわけでね、もうこのカメラを動作を保証して買いたいっていう人はね、もうカメラショップ、中古カメラショップになっていくと思うんですね。でも、そのシャッターユニットもね、同じ、でね、構成もよく似てる、ミノルタ XE、このね、スイッチとかもほんと一緒なんですよね。でね、感触もね、ミノルタ XE とよく似てます。本当に滑らかです。だから露出系動かなくていいや、AE 使えなくていいや、機械式シャッターでもいいから、この EF を使いたいっていう人はジャンクでも構わないと思います。その代わりね、露出系も動かないし、スローシャッターも動きませんけどね。まあ、スローシャッター動かないというと2分の1秒までは使えるんでね。で、見た目はね、このように F1 とそっくりです。そっくりですね。これ EF ね、いいと思いますね。まあ、F1 を買った後に、サブカメラとして買うっていう使い方もまあありかなと思いますが、両方とも重たいんでその辺は覚悟が必要ですね。まあ、F1 よりは圧倒的に安い。特にね、ジャンク1000円で買って、スローシャッターを目をつむって露出系に目をつむれば、案外このカメラ美味しいんじゃないかなと思いますね。コパルスクエアということでシャッターは堅牢だと思いますし、まだまだ使えるカメラなんじゃないかなと思います。ファインダーとかはね 0.82 倍の倍率でまあ普通です。普通ですけどね、そのシャッター速度がね、全部そのファインダー内に表示されたりとね、結構ねその親切な設計にはなっております。僕のはね、ちょっとシャッター速度指標がちょっとずれておりますが、もう何も考えずに使っておるんでいいんですけどね。このカメラはね、結構使い心地がいいので、まだまだ使っていくことになると思いますが、僕のはね、一応結構しました。4500円だったかな。ハードオフで買ったんでね。ハードオフで動作確認してね、まあ、備品だったんで、まあ、いいかなと思ってます。はい、今日のね、カメラ紹介、フィルム紹介、こんな感じになります。でね、そのフィルムなんですけどね、どこやった?パウル&ラインホルトですか。こちらね、320から1600まで撮る。多分ね、1600が増感現像なんだろうと思うけど、320のね、ISO に合わせて今度撮ってこようと思います。現像時間は、100で撮った場合は、ネオパン SS と同じ現像時間だったんですけど、320で撮った場合はね、D76 現液20度で9分ということで、まあ、ちょっと長めの現像時間になるのかな。結構粒子荒れてくるんじゃないかなと思いますけどね、一遍やってみようと思います。はい、今日のね、カメラ紹介、フィルム紹介はここまで。ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、初投稿の方からスタートですね。銀煙写真さんから、中年オタッキーさん、こんにちは。いつも動画楽しく拝見させていただいています。
いつも写真紹介コーナーで皆さんの写真を見ていて、自分も写真をシェアしたいなと思い、この度ツイッターのアカウントを作ってシェアしてみることにしました。写真なのですが、先月淡路島に行った時の写真でバラ写真。1枚目淡路島の玄関口、2枚目は知る人ぞ知る都会の南国、淡路島です。機材は最近知人から譲り受けたキャノンニュー FD、85mmF1.2L とそのレンズを使うために購入したキャノン A1 です。初の L レンズということもあって、初撮りでコダックエクタ100を使用して撮影しました。このレンズでエクタの解像度と色の発色のポテンシャル最大限引き出せた気がします。正直スキャンして結果を見たとき鳥肌立ちました。ぜひこの美しいの写真を皆さんにも共有したいですということでね、作品なんですけどね、今僕実はここにいるんですけどね、そこの観覧車ですが、素晴らしい青、素晴らしい解像度、適度な粒子感、もうね完璧なフィルム写真ですね。で、2枚目なんですけど、これ多分国道28号沿いになると思うんですけどね、淡路島結構こういう南国のね、雰囲気が楽しめるんですね。これちょっとね、色、懐かしい、色調、やや黄緑系に寄っているような気もしますけどね、僕緑があんま見えてないんで、あんまり責任は持てませんが、キャノンのね、古い L レンズ、いいですね。85mmF1.2L。結構高いレンズですよ、これ。よく譲り受けましたね、これね。キャノン A1 との組み合わせもいいんだと思います。はい、銀塩写真さんありがとうございます。また投稿お願いしますね。次がね、一都市九さんから2枚ですね。タイトル1枚目が通り道、2枚目が梅酒ということでね、カメラどちらもニコン F フォトミック、レンズはウルトロン 40mmF2、僕使ったことないな、これね。で、RBB50、ベルビアで撮っておりますね。で、作品なんですけどもね、ベルビアにしてはまあ発色はそこそこということなんですけど、1枚目、非常にいい構図で撮られておりますね。これもうね、風景写真のお手本みたいな作品になっておりますね。で、2枚目なんですけどもね、ボケが非常にね、美しいボケになっております。玉ボケになっておりますが、梅酒っていうのはね、これ梅なんですけど、確かにね、蝶屋の梅酒のね、コマーシャルに出てきそうな写真になっておりますね。はい、一都市さんありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんからですね、2枚。1枚目がね、タイトル、ゆらゆら工場。ペンタックス K01、リケノン 50mmF2、富岡のレンズですね、使用。2枚目はモノクロでフジカ ST801 に、ずっと入ったままのアクロス100。タイトルは、失礼しますということですね。フジカ ST801、スーパータクマ 35mmF3.5 で撮影したということですね。で、作品なんですけど、1枚目はこれ完全にね、反射を利用した写真になっておりますが、これ全部が反射なんですよ。綺麗に撮れてますね。これ面白いですね。ゆらゆら工場ということで面白いタイトルになってるんですが。で、2枚目なんですけど、2枚目ね、神社のね、お参りをしてると、これ写真を撮ってるんですね。おばさんが写っておりますがね、センター構図でね、これこの手の写真にしては、まあ、セオリー通りの。作品になってますね。光の強弱があっていい写真になってると思います。発色もアクロスらしいね、ちょっと柔らかい発色で効果も出ますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、秋潤さんの投稿かな。2枚ですね。おたけさんこんばんは。写真を2枚投稿します。昔函館旅行、相棒のコニカ C35MFD ジャスピンスーパーでのゴースト写真。1枚目、神社で不思議な、綺麗な光。2枚目がね、函館駅の広場の希望の光。この後フリマ会場に出くわし、2年越しぐらいでキャノン探し求めてて FN を購入しました。かっこ笑い。写真って意外と思い出を見れば、覚えているものです。ということで、作品なんですけどね、ゴーストが出てるんですけどね、これ、観光させたか、なんか蓋を開けて観光させたか、ジャスピンということでね、まあ、光線漏れないことはないか。モルトが劣化して光線漏れしたのか、よくわかんない。多分これね、蓋を開けたぐらいの、結構がっつり観光だと思うんですね。作品映ってるのはね、これと秋人さん本人ということでね、
なんだっけ、YouTube 規約には抵触しないものになっておりますので、勘違いなされぬようにということですね。作品投稿、秋純さん、ありがとうございます。ね、次が、雲の中、律之介さんの作品ですね。今回2枚、いつも楽しく動画を拝見させていただいております。雲の中、律之介と申します。今回3回目の画像投稿をさせていただきます。よろしくお願いします。1枚目タイトル、Walk Don't Run。夕暮れの駅前通りで撮影しました。レンズニコール HO と2.8センチ3.5。カメラニコン F2。ハイレベルですね。露出券なしのやつですね。フィルムコダックカラープラス200。2枚目のタイトル、フィルム写真で遊ぶ雲の中律之介氏。この人は私自身で車庫のミラーを使って気取りしました。これなら YouTube のルールに抵触しないです。抵触しません。レンズニッコールオート、35mmF2。F2 ですね。カメラがニコン F2 アイレベル、コダックカラープラス200は変わらずということですね。で、2枚なんですけどね、1枚目がね、なかなかの写真。これはうまい。あのね、立体感が非常に出てる、遮光線をね、利用してね、で、この現状でね、人の顔が一人も映ってないというね、もうズバ抜けたシャッターチャンス。これね、次回からタイトル画面にさせていただこうと思います。雲の中律之介さん、レベル高いです。2枚目はね、多分ね、2枚目はね、これ、インスタグラムに投稿した写真でしょうね。正方形のね、スクエアな写真になっておりますが、これね、標準レンズで撮ってるんですけどね、そのミラーを利用してね、魚眼効果を得てるんですね。これもね、なかなかの写真。これね、ほんとアイデア次第で写真はどうにでもなるっていうね、見本みたいなね、写真だと思います。雲なのか、律之介さん、プロですか？まあ、そんなわけで、今日のね、作品投稿はここまで、ちょっとレベル高すぎますね。雲の中律之介さん。すごいと思いますね。結構レベル高い方もね、たくさんいらっしゃるんですが、ちょっと抜けてるぞって感じしますね。皆さんもね、ちょっと精進する、参考にするっていうのもありますかね。はい、それではここからね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、一路さんの俺のカメラ初投稿ですよね。おたっきーさん、毎回楽しく動画視聴しています。俺のカメラに投稿します。カメラはニコン F2 フォトミック AS 最終型803万台です。買おうとしていた F2 が生産終了、1年後今しかないと地元で購入しました。レンズも前から欲しかった 85mmF2 をつけて買いました。エースはペンタブが真鍮で色が剥げてもかっこいいですってことですけど、これワンオーナーということですね。いやー、 85mm ね、大口径の、中望遠いいですね。これいいボケ出すんでしょうね。写真はね、もう一工夫あればタイトル画面、これカメラバックからちょっとチラッと出てるんですよね。これもうちょっとね、背景をうまく使えばね、タイトル画面だったんですが、惜しい、いい写真だと思います。一郎さん、ありがとうございます。今日の俺のカメラはここまで。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今回はヒデさんのね、やっちまったですね。中年おたきさん、こんばんは。今回やったやっちまったのコーナーに投稿します。自分でも正直やったなのかやっちまったなのか判断に迷いました。一応これやっちまったになりますね。おたきさんに判断してもらってでもいいです。ロモグラフィーメトロポリスで撮影していた時、36枚撮りなのですが、カウンター上あと1枚撮れると思っていたので無理にフィルムを巻きました。そしたらブチッと嫌な音が。問題はそこで気づけばよかったのですが、ロックを外して巻き始めました。最初こそ普通の音、次にカラカラと不思議に思ってカバーを少し外してしまって、あっと思った時はもう遅く、すぐ閉めて北村に持ち込みました。暗室で巻き取ってもらい現像したところ、36枚中6枚が完工してました。その中でもこれ印象的な写真じゃないと思った1枚をこのコーナーに出したいと思いました。偶然の産物なので、作品名をつけるとしたら光の中へでしょうか。長くなってすみません。どうぞよろしくお願いしますということですね。これね、
あの、面白い写真としてはね、いいんですよね。すごく面白い写真だと思います。ただまあ、やっちまったではやっちまったですね。結構高いフィルムなんでね、6枚観光させて、その中でおそらくね、結構いいね、いい感じに撮る。これ地下通路ということなんですけどね、観光してね、非常に面白い写真になっております。これ偶然のね、産物ということで、結構ね、写真の世界では偶然の産物ってね、ありありなんですけどね、もうちょっとね、観光の幅が狭かったらもっと面白かったけど、それはコントロール不能でしょうな。はい、今日の動画はね、こんな感じになってまいります。キャノン EF をね、紹介していったんですけどね、僕これずっと欲しかったっちゃ欲しかったんですけど、かっこいいんでね、結構ね、デザインで選ぶのはありだと思いますね。これ使い勝手もね、非常にいいですし、フルマニュアルでね、もう体感露出で撮るんだったら僕は全然露出系なんかいらないと思ってるんで、露出系あった方が邪魔と思ってますからね、露出系の数値に惑わされるんで、自分がこうだと思ってる時にね、露出系の針がね、こう触れるじゃないですか。だから迷うんですよね。でも結局ね、露出を外してるんですよ。だから自分が思ってる露出で撮りたい時はね、もう電池抜いていた方がいいんじゃないかっていうぐらいのね、感じになってきておる。ですけどもね、まあ露出系が動いてね、AE を使いたいっていう方はね、高いのを買ってもいいんですけど、ジャンクで買っても全然ありだと思います、このカメラ。ぜひジャンクで買って体感露出で撮ってください。感触は素晴らしいと思います。レンズはね、FD レンズ群が使えるんで、もうそこは、よりどり、緑っていうことですね。そんなに高くないですよね、FD レンズね。はい、今日の動画はここまでになってまいります。作品投稿のコーナー、ちょっと落ち着きましたんでね、作品投稿 のコーナー、またどんどんね、投稿いただければと思います。俺のカメラのコーナーも、やっちまったのコーナーもね、落ち着いておりますのでね、ぜひ投稿していただければと思います。みんなでね、写真をシェアしていきましょう。まあ、この投稿のコーナーをね、始めた理由っていうのが、いいねがない場面で写真を見せ合いたいって、シェアしたいっていうね、僕自身のね、思いでありますね。投稿コーナーね、要請もあったことはあったんですけどね、インスタグラムのいいねに疲れてインスタグラムを僕やめちゃったんで、もういいねボタンをね、いいねが来たらいいね返さなきゃいけないとか、いろんなね、なんていう雑念が入ってね、あんま好きじゃないんですね。で、発表の場をね、作らなきゃね、視聴者さんもね、写真を撮ってるんで、発表の場を作ってというのもありますんでね。まあ、始めてるんですけどもね。皆さんご協力いただいてね、とりあえずね、DM の方は正常に戻っておりますので、また投稿の方よろしくお願いします。で、次回はちょっと未定かな。いろんなカメラで撮り上がったんですが、何で撮ったかな。とりあえず、ゾルキー 3S は撮り上がってるんだよな。あと、ニコン EM でも取り上がってるのか。まあ、いろんな、ネタがありますんで、まあ、失敗してたら話別ですけど、成功してたらね、一応ネタはあると思いますんで、来週がやばいんですね。来週撮影分が上がらない可能性がちょっと高いんで、天気がちょっと回復してくれないかなって祈りつつ走っております。はい、今日の動画はここまで。高評価、コメント、どしどしお願いします。コメント結構追いついてきてると思いますが、全部返信、一応気づいたっていうか、見落としがない分に関しては全部返信をつけていきますので、どうぞね、コメントお願いします。で、高評価もポチッと押すだけなんで、ぜひ、ポチッと押してくださいね。高評価、あなたの高評価が、中年オタッキーの動画を救います。で、チャンネル登録ね、ちょっとピタッと止まってしまいましたけど、まだまだ増やしていこうと思ってますんでね、5000名を目指して頑張っておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、ではここまで、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。